昭和40年になってですね、日本はようやく韓国との国交を樹立させます。昭和40年に締結したのが日韓基本条約ですね。基本条約っていうのは国交樹立のための条約ですけども、それと同時にですね、付随協定を結ぶんです。これが大変有名なものでして、これ日韓請求権協定と言います。これどういうことかっていうと、国交を樹立するにあたってね、いくら貸したの、返せたのとかって話にするとややこしいから、まずお金を日本がバーンと積んで、もうこれでもう細かいお金をね、返せだ、払えだ、 Yeah. とかそういうういのはもうなしにしにってことにしたんですねこれどういうことかと言いますとこれからねほら国交を結ぶにあたって韓国側が賠償金をよこせとかねそういう話があったわけですよ賠償金渡すとしてもですよいや韓国に投資したお金もあるんですけどって話ですねほらダム作ったり学校作ったり道路作ったり病院作ったりとかですよこれって日本がどんどんお金入れて投下してるわけですよじゃあこれ返してくれって言ったってらそんな帝国大学持っていくわけにいかないですからじゃあこのダム持って できますとかないですからもうお金いっぱい払ったものは置きっぱなしですよねだからもう日本がお金をバーンと積むとそれでもチャラにしましょうとだから後で日本がねほら鉄道敷いた金よこせとかそういうことを返せとか日本は言いませんし韓国側もあといくら払えみたいな後で言うのなしねと そこで日本が巨額の資金援助をするんですね。無償資金と借款。無償資金っていうのは返さなくていいお金です。借款っていうのはまあ貸してあげるっていうことですけども、担保もなしにお金をバーンと貸してあげて、金利もつかないわけですね。返すんだって緩やかですから、銀行から無人蔵にお金借りられたらすごいビジネスできますよね。それと一緒で、無償資金と借款、合わせて11億ドルというですね、巨額の資金を日本は韓国側に払いました。これどんな金額かというと、当時ですね、現在 1> は1ドル100円凸凹ですけども、当時は1ドル360円だったんですよ。だから3.6倍ですねで。これ11億ドルという金額だと、まあ普通だったら1100億円ぐらいかなと計算しますよね。でも実際は当時のレートに当てはめると3960億円、約4000億円ですね。当時のお金で4000億円を払いました。 どのぐらい大きいかという話なんですけども、ここ見てください。当時の韓国の国家予算は3.5億ドルです。国家予算の3倍近いお金を払ったわけですね。まあ1回じゃない、何回かに分けてですけどもね。日本の国家予算、当時はね、今と比べると小さいですけども、だいぶ復興したんですよ。3.7兆円だったんですよ。日本の国家予算が。3.7兆円しかないのに、3960億円援助したんですよ。だから国家予算の1割以上。すごいでしょ。 今に置き換えたらもう10兆円とかですよ国家予算の1割をパーンって上げちゃったんですよだからもうその代わりもう後でこれを保証しろとかここを傷ついたから直せとかここは精神的ショック受けたから金払えとかもうそういうのはもう,もうなしドーンとお金払うからもう貸し借りなし お互い請求するっていうのはなし。だからこれ日韓請求権協定っていうんですね。これ不可逆的にということでちゃんと文言入ってますけど完全にチャラになるはずだったんですね。 韓国は、これをもとに、まあ、半岸の奇跡とか言われてますけども、ソウル周辺がものすごく発展するんですよ。この11億ドルっていうのは、事実上の賠償金ですよね。賠償金っていうよりも別に名前はないんですけども、日本も各国にね、ODA っていう形で、開発援助っていう形でサポートしてました。これは、かつて、えー、日本がね、迷惑をかけたという意味合いも含めてね、あとそれから、まあ、アジアの、まあ、力ある国として、周辺諸国の独立を同志して、まあ、経済的支援、技術、 支援をする。こんな風にして各国に支援してましたから韓国にも別に支援していいんですけれどもだからまあ賠償金という名前ではないですしそもそも韓国は元日本だったんだから賠償する筋合いの問題でもないんですねむしろ投資の方が多いわけだからでもまあ各国にいろろな支援してるからまあ韓国にも支援しますよとその代わりもう賠償とかそういうのはなしねっていう話だったわけですねだからこのお金はある意味そうなんです賠償金的な性質があるので。 だから、韓国は請求権を放棄したんですね。もう賠償金は請求しませんって話です。ということはどういうことかといったら、賠償が必要な事案が出てきたら、韓国政府が保障するっていうことなんです。これね、ちょっとポイントなんですけども、この日韓請求権協定を結ぶにあたって、当初日本側は、日本政府が直接ね、韓国のる賠償求とかいう人が現れたら、日本政府が配るっていうふうに話を持ちかけたところ、韓国政府が、いや、ちょっと待ってくださいと。 うちらが一旦預かりますと預かっておいて韓国政府が配るからだからもう日本政府は直接配らないでくれって言われて「そうですか?」っていやだって直接渡した方が間違いが起きないじゃないですかもらってないとか起きないからでも韓国政府が一旦預かりますって言うから信用して預けたんですよそしたら韓国政府は賠償しなかったんですよ一部しか。 どういうことかというと、韓国という国自体を発展させたいから、これ、せっかく巨額のお金をもらって、これ賠償払っちゃったら何もないじゃないですか。だから賠償しないと。そして、本当に一部だけ賠償して、基本的に賠償しない。じゃあそのお金何に使うんですかって言ったら、韓国の国が発展するために、 どどんどん投資に使ったわけですねそして韓国経済が大きくなって発展してきてそしたら税収とか入るからその後でね収入を得た暁に賠償金を払いますよっていうそういうスタイルを取ったわけですだから直接渡そうとしたところ私たちがまとめて受け取りますからって言って信用して渡したら払わないんですよ。 日本政府はこれだけ巨額のお金を渡してんのに行ってないんですよで何が起きたかと言ったらやれ後でになってね従軍慰安婦にさせられたんだと私は精神的にショックを受けた賠償せいっていう女性が出てくるわけですねあと徴用工ってのも現れるんですよ戦争後期に強制的に日本に連れてこられろくろく給料ももらわないで働かされたんだとこの給料出せ賠償金をよこせとか言ってくるわけですよ で、日本に行ってくるんですね。いや、ちょ、ちょっと待ってくださいと。もう、韓国政府に渡してありますからと。そっちからもらってくださいって。で、韓国政府言うでしょ。いやいや、だってもうほら、橋作ったりとか、インフラに使っちゃったからさ、もうないんだよって。いやいや、ちょっと待てよと。この賠償せいってわけですね。や韓国政府がごめん、もう払っちゃったから、賠償金ないからって。で、日本政府に行ってってわけですよ。で、日本政府に、従軍慰安婦とか、徴用工とか金出せって来るわけですよ。いやいや、ちょっと待ってと。それもう、オタクのところ 政府に渡してててあるからそっちからもららそってっっちもで韓国政府に行くと「いやいやもう使っちゃったんだよねと」とそういうのほら日本に行ってよって <laughs> たらい回しになってるわけですよその人たちはだからねそういう風に言われたくなかったらちゃんと賠償すればよかったんです韓国政府がねでもまあ賠償は後回しって言って投資に持ってったんだから文句言われたらじゃあちょっとお前黙れとお前の権利なんかね あのないんだと、その代わり韓国発展してんだから、お前も発展してて、えー、利益得てるんだろ黙れっていう、ね、ちゃんと説明をして黙らっしちゃいってやらないと、日本に来られたって二重払いになっちゃいますよ。しかもね当時の韓国政府は結構がめつくてね、北朝鮮の分の賠償金も払ってくれって言うんですよ。北朝鮮の部分はあの日本が北朝鮮に払うかったら黙らっしちゃいってことになって、韓国政府こそ朝鮮半島全体の 中央政府なんだとだから北朝鮮の分も払えってわけですよしぶしぶ北朝鮮の分も全部韓国政府に渡したんですよでまたほら将来的にね北朝鮮と国交を結ぶようなことがあれば賠償金要求してくるでしょうねいやもうあの南に払ったんですけどあんたたちの分もって言っても多分通用しませんよそんなもんもらってないよこせって言われますよねいやいやもうもうあんたらの財布じゃないんだよってことで分かりましたでしょこれ虫取られた金虫 <laughs> 取られた金ですわそれでねお金払って で丸く収まっったたんだったらお金のね使い方としてはまあまあ価値があったっていうことになるんですけどもお金払ったはあっちこっちから賠償せ賠償せと言われいやいや払ったんだっていうのに賠償せ賠償せ言われしかもねこんなね10億11億ドル渡しときながら一つも感謝されないわけですよ。別に感謝されたくて金出してるわけじゃないけどうちらが預かるといいしかも北の分まで預かるといいまあこれ怪しいなと思いながら「分かったよ」って言って倍渡 明日あるわけでで。すよ、北の分までだからこんな巨額なんですよ北の分までって言われちゃったからねまあ、そんなんで日韓基本条約請求権協ってこれ覚えておいてくださいねそれで本来全部片付いたはずだったのに返されるわけですね。武田敦康チャンネルの「切り抜きチャンネル」をご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー、動画の評価いいねチャンネル登録もお願いします え本家武田恒ねチャンネルでは毎週木曜日夜8時え、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。